はい、ご機嫌いかがでしょうか。川銀になります。ですね、今日はちょっとしたガジェットの紹介ということで、まあこれですね、この巾着袋みたいに入ってるもの、まあ、これ付属だったんですけども、この中に何が入ってるかと言いますと、まあ、こういったもんですね。はい、最近ですね、ちょっと動画で紹介されてる方もいて、ちょっとした話題になってるようなものなんですが、何かと言いますと、これはアルコールランプ、アルコールコンロですね。はい。まあ、ちょっと変わった形をしてますので、ちょっとご説明します。よいしょ。まあ、この爪楊枝はですね、私がノズルのところにですね、突っ込んで置いてあるものなんですが、まあ、こういう形状をしてます。で、これどういうものかと言いますと、ここはですね、給油口といいますか、注油口といいますか、アルコールを入れる、まあ、注ぎ口になっておりまして、そしてですね、ここからアルコールを入れて、この中の堅牢な、これ多分アルミダイキャストだと思うんですけども、まあ、中にアルコールを溜めまして、そして、まあ、プレヒートといいましてね、ここの部分にアルコールをちょっと垂らして、余熱してると、まあ、火をつけてですね、まあ、加熱をするとですね、この銅管が温まって、ここに小さな、まあ、見にくいと思いますけども、銅管のですね、この下の部分にですね、小さな穴が開いてます。そこの穴から気化したアルコールが噴出して、点火して、ボーッとバーナーになると。いうものなんですね。で、通常よく自作のアルコールランプということで、空き缶を切ったり繋いだりして改造して、まあ私も散々やりましたけども、それが知られています。で、そういった中でですね、非常に器用な方が、やはりこういった自動加圧式の、全く構造的にはこれと同じようなものです。自作してですね、動画にしていたり、ホームページで公開しているのを見たことがあります。非常に手の込んだ細工になりますので、ね、なかなかまあ、ローズ系ですとかね、銅管ですとか、あるいはその、接着強度の問題なんかもありますので、まあ、なかなかちょっとそこまではできないかなというような、大した、まあ、ハンドメイドのアルコールランプに見えました。ところがですね、私これ8月の下旬に Amazon で入手したんですけども、もう中国製でですね、こういうものは製品化されていると、いうことでですね、買い求めてみました。これがですね、大体1600円ぐらいで購入したと思います。まあ、海のもんだか山のもんだかわからないので、まあ、どんなもんよということで、とりあえず買ってみたということですね。はい。それと構造的なものと機能について若干補足をしますと、自動加圧という、こういう、まあ、燃焼器、まあ、コンロ、ストーブと呼ばれるようなものはですね、古くから知られているものでは、ホワイトガソリンを使う、まあ、スベアの 123R などがよく知られています。まあ、私も40年選手あるんですけども、加熱して、余熱をして点火します。点火した火がさらにこの銅管を温めて、このタンクに熱が伝わります。そして中に充填されたアルコールがどん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 気化して、ここの穴から噴出して、まあ、炎が継続する。そしてそれによって、またこの銅管が赤められて、熱が伝わるという、その繰り返しなんですね。なので、まあ、こういったストーブの特徴としましては、きちんとその燃料と噴出量が安定しないと、まあ、圧が強くなりすぎちゃって、まあ、炎がですね、
消えちゃったり安定しなかったりすることが考えられるわけですね。はい。なので、パッと見てすごく単純なものに見ますけども、実際はですね、火力のコントロールというもの自体はですね、なかなかしっかり計算されたもんでないと、まあ、危険だったり、まあ、役割を果たさなかったりということがあると思います。では実際ですね、どのような形で燃焼するのか、これから試して、試すというかもう何遍もやってるんですけどね、見たいと思います。で、こちらに用意しましたのが、バイオエタノールというものですね。一酸化炭素の排出が限りなく少ないというものですね。まあ、一般的に例えばアルコール燃料で、こういったストーブに使われる、まあ、燃料用アルコールと呼ばれるものは、まあ、メタノールといって石油由来のもので、そのメタノールはですね、燃焼すると一酸化炭素の排出が、まあ、非常に大きいので、まあ、今回私初めてこのバイオエタノールというものを4リッター買ってみました。はい。まあ、この加圧式の、自動加圧式のアルコールコンロ、アルコールストーブに、このバイオエタノール、とりあえず 10cc 入れてみて、燃焼の具合と燃焼時間を確認、していただきたいと思います。はい。まあ、それほど厳密じゃないんですけど、10cc、入れてみました。それではですね、ちょっと火をつけてみたいと思います。火をつけるときはですね、この噴出口のところあたりに、こうちょっと、まあ、こんな形でアルコールを垂らしまして、点火すると。まあ、こういった形で本燃焼に移りました。バイオエタノールの場合はですね、このオレンジ色の炎になるようですね。燃料用アルコール、メタノールの時はですね、比較的青い炎だったんですけど、バイオエタノールの場合はこのオレンジ色になるという感じですね。まあ、今見た通りですね、本当にアルコールをですね、まあ、当然この給油口を閉めた後に、アルコールをですね、銅管の上にちょっと垂らして、まあ、垂らすっつってもボディの方に落ちちゃうんですけどね、そこに火をつけて、銅管が、まあ、温まると自動的に点火する形になります。まあ、当然火で、まあ、余熱をしているので、その火がまあ燃え移るわけですが、銅管の下の小さな、穴ですね、まあ、ノズル口といいますか、そこからアルコールが噴き出して、このように燃焼が継続する形になります。それで、まあ、加圧式のストーブの特徴としてですね、結構、まあ、ガソリンストーブに比べれば些細なものなんですけど、ボーッというこの音とですね、炎がトロトロ、まあ、燃えているわけではないので、結構なんて言いますかね、まあ、風が吹いてもですね、まあ、大丈夫なんじゃないかというふうに、まあ、見えてますが、実はですね、かなり弱いです。ふっと強く息を吹っかければ、簡単に消えてしまいます。ボディの方にですね、しっかり熱が伝わってきて、かなり火力が、まあ、噴出がですね、勢いが強くなってきました。まあ、こうなるとですね、もうちょっとボディはですね、とても触れない状態ですね。チンチンに熱くなってます。はい、ですね、まあ、本燃焼始まってから3分、4分程度経過してますけども、
見てください、雲がですね、めちゃめちゃ不安定になってます。これはですね、熱がですね、導管からこのボディの方に、伝わって、非常に安定した状態になっているわけなんですが、それに伴ってですね、おそらく中の気化圧力ですね、熱が伝わって、気化する、そして噴出する圧力が強くなっているものですから、アルコールガスのですね、勢いが強くて、もう炎がですね、不安定になってしまっている状態ですね。はい、なんかもう、マグマをしているとガスだけ出て炎が消えてしまいそうな状態ですよね。はい、もうめちゃめちゃ不安定になってます。これはですね、もう明らかに、ノズルといいますかね、この噴出口、穴ですね、この噴出口の径がですね、明らかに小さくて圧力が非常に強くなってしまったアルコールガスの勢いが強くなりすぎているせいですね。なので、このバイオエタノールを使って、このコンロを使おうと思うのであれば、このノズルの径をもう少し広げる必要があると思います。この製品はですね、本体の他にこの、巾着袋ですね、収納用の巾着袋と、それから注入口、アルコールを入れる穴ですね、そこのネジ式の蓋になってるんですけども、そこのシリコンのパッキンですね、このパッキンが一つ予備で付属していました。非常に不安定な状態になってますよね。ちょっと今日は室内なんですけど、ちょっと風が吹いたりすればですね、もう消えてもおかしくない状態。はい、約 10cc でですね、ちょうど10分間燃焼した後にですね、このような、もうほとんど、圧がかかってない状態で、トロトロの状態に急激に火力は落ちます。ということで、この状態になるとですね、もうほとんど加熱効果はありませんので、はい。だいたい10cc で、約 10cc で、10分間ということですね。はい。ということでですね、ご覧いただいた通り、メタノールの時はそれほどでもなかったんですけども、ちょっとその気があったかな。バイオエタノールで燃焼させるとですね、ように非常に不安定な加圧過多の状態になってしまうということがありまして、解決策としましては、このノズルの径を若干広げるぐらいしか思いつきません。はい。この径を広げることによってガスの噴出量は当然多くなりますので、燃焼時間は短くなると思います。はい。で、径もですね、私ちょっとピンゲージがないので、正確な径がわかりません。当ててみたところですね、私の手持ちのドリルの刃ではですね、どうも1.5 で、入りませんので、ドリル 1.5K、パイ 1.5K で、K がですね、入らないということは多分、1とか 1.2 なのかなというふうに思います。で、とりあえず手持ちで一番細いのは 1.5 しかないので、もうダメ元で 1.5 の切りつけましたので、これでちょっとノズルの径を広げたいと思います。
抜けましたね。はい。開きました。ファイ 1.5。はい。それではですね、ノズルの径を、パイ 1.5 のドリルで、拡張したもの、拡大したもの。今、10cc、バイオエタノールを入れましたので、ちょっとまた点火してみたいと思います。どうでしょうかね。なんかやっぱり径を大きくしたからだいぶ音も小さくなって、炎の上がり方もですね、マイルドになったですよね。まああとこれ 10cc で何分間燃焼するかなんですけども、だけど勢いは明らかにやっぱり弱くなってますよね。ちょっと径が大きすぎたのかな。はい。でもですね、ノズルといいますか、噴出口の直下から炎が立ってますので、明らかに燃焼の具合としては、先ほどのもう上の方にもう炎が飛んでる感じよりは安定していると思いますが、これからちょっとですね、また時間が経ってどうなるか観察したいと思います。はい。本燃焼の開始から5分が経過しましたが、非常に安定してますよね。炎は飛ぶこともなく、もう一定の火力で、継続して、加圧が続き、安定した燃焼は続いております。まあこういう製品なんでね、穴の径がばらついてるってことはないでしょうから、としますとですね、私の印象だとバイオエタノールという燃料を使う限りにおいてはですね、この穴の径を私はドリル径、パイ 1.5 で、拡張したこの状態の方が、安心して使えるということだと思います。あとは、時間がどうなるかですね。10cc でどれくらい燃焼するのか。それとですね、先ほどの、ノズル系の拡張以前の状態に比べて、加圧型の状態ですね。その時に比べてですね、この本体自体の、熱の伝わり方も、だいぶ、抑え気味になってるかなと思います。先ほどの状態ですと、本当にもう、この下のね、樹脂のカバーといいますか、この部分もですね、熱くて触れないような状態だったんですけども、本体への熱の伝わり方もね、マイルドになってるということなんでしょうかね。はい、非常に安定して燃えてます。はい。本燃焼開始から8分経過でご覧の通りの、加圧されてない状態での燃焼に移りました。やはりですね、噴出径を拡大したことによって、燃焼時間はですね、若干短くなったということになると思います。はい。それでもね、炎は飛んじゃって、危なくて使えない、もしくは不安定で、使えないという状態よりは、この方がいいのかなということですね。はい、これでもう消えてしまいます。で、これ消えるとですね、もう生ガスがですね、圧がかかってない状態にすでになっていたので、もう、どんどん、本体と上のですね、導管が冷えてきて、そうすると、自然に、ごくね、短時間で、持ち運びできる温度まで下がる。ということになります。
はい、ということでですね、この自動加圧式の中国製のアルコールストーブの、燃焼実験とですね、噴出口、ノズル穴のですね、拡張ということを行ってみたんですが、はい、じゃあこれ開花ということですが、基本的にはこれお勧めできませんね。はい、まずですね、そもそも物がですね、こういうふうにゴロンとした形であるということもありますし、結局ですね、これ単体じゃ使えないから、こういう五徳ですね、結局こういったものを持っていかなくちゃいけない、これ折りたたみなんですけども、結局こういったものをですね、持っていかなくちゃいけなくなるわけですね。加えて燃料ですよね。で、アウトドアやる人はね、最近コンロ、ストーブと呼ばれるものはですね、お湯沸かしたり、食事を作ったりするのに、大体ガスストーブ、ガスコンロが多いんじゃないかと思いますね。手軽ですしね。はい。で、私みたいに古いね、人間は石油、ラジウスなんていうね、石油コンロから始まって、白ガソリンに移ってったなんてことあるんですけども、ガスから始めたですね、割とそういった液体燃料系の、加圧式のストーブに馴染みのない方は、こういうのを見るとですね、多いじゃねえかと。値段も2000円もしないしと。ゴーッと燃えるというふうな、どちらかというと、憧れと言います、幻想と言いますか。そういったものを、持たれるかもしれませんけども、基本的にはすごく非力です。こういった形でですね、こんなん折りたためるは折りたためるんですけども、こういったものも、ごちゃごちゃと、持っていかなくちゃいけなかったりするわけですよ。それがね、楽しみって言えば、そうなのかもしれないけど、あれ？これだったかな？こうか。これでいいのか。こんな形でケースもついてて、こんな感じなんですけども。で、これをですね、面白がって、使うよりはですね、私がお勧めしたいのは、加圧式ではないですね。アルコール、簡単に自作できる、アルコールコンロというほどのもんではないんですが、これも100均のセリアで買ってきた、クリームケースっていうんですかね。化粧品のクリームとか入れるケースらしいんですけども、今100円でした。で、中はですね、こういった形で。これネット用、金網をですね、これですね、これも100均の粉ふるいですね。ケーキを作るときに使う粉ふるいの、メッシュワイヤーをですね、取り外して、ハサミでジョキジョキ切って、この径に合わせたものです。で、中にはですね、カーボンフェルトを入れてあります。で、カーボンフェルトはですね、実は2層構造になってまして、外側に一巻きしてあって、で、内側はですね、これ何て言いますかね、ティーカップキャンドルっていうんですかね、あれのケースの中に、カーボンフェルトをぐる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 螺旋状に巻いて、ぐいぐいと突っ込んであります。これはですね、ナスの方に住んでいらっしゃる方、ユトリスト青野さんっつったかな。そちらの方のホームページで見たアイディアなんですけども。丸々ですね、これカーボンフェルトで、アルコールを入れて燃やしちゃうと結構燃焼時間短くなっちゃうので、このティーカップキャンドルのケースを中に入れて二重構造にして、内側だけ燃やすということで、10cc 入れますと大体12、3分燃焼します。で、加圧してないので、トロトロした炎ではあるんですが、十分湧きますし、火力も結構強いです。かつ安全です。そういったことも考えると、こういった非常に軽量で簡単な収納もですね、非常に簡単です。形でですね、これも実は100均で買ってきた
ケースなんですけども、こういったものにですね、これ入れて、まあこれで済んじゃうわけですよ。はっきり言うと。なので実用性としては、こちらの方が私ははるかに使い勝手が良くて、なおかつ、まあ、計算できる。使用に関してですね、ちょっと不安な要素は全くない、アルコールコンロになると思います。はい。なので、もしアルコールコンロで、外でお茶を沸かしたいとか、まあ、ちょっとした食事に使いたい。まあ、お湯を沸かしてですね、中にそのお湯をざーっと入れることでご飯になっちゃうような、そういった、まあ、昔でいうジフィーズだとか、アルファ米のような、まあ、レトルトパックもありますので、そういったもので十分ご飯になるわけですね。そうしたことを考えたときに、わざわざゴー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 、まあ、このゴロンとした加圧式のストーブを持っていくよりは、まあ、こちらの方がはるかに使い勝手がいいと私は思います。はい、今回は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。